どうもこんにちは、かわいいニムちゃんです。かわいいボーマンダだぜ。かわいいセカリガーです。もう突っ込んでもいいかな。かわいいジュカエンだ。そこはイケメンじゃないのか、サーナイトです。え、なんですか。この中では間違いなく一番かわいいのに、この流れで謙虚になって言わないのなんだかなって、厳しいですね。それでかわいい俺様たちは今回何使っていくんだ。今回使うのはグライナです。グライナ、可愛いのか。私もルビサファプレイした当時はアクア弾、マグマ弾が使ってたのでそんな印象なかったです。でも 3D になったポチエナとかは完全に犬だと思いましたね。これは確かに可愛いです。グライナは本園の中でもそこそこ人気のポケモンだからな。でも使われてる感じ全然しないよね。一回も戦ったことないし、答えは簡単です。グライナ、圧倒的スペック不足なので。こんな種族地では今の環境で活躍は厳しすぎるぜ。特性で威嚇持っているとはいえ耐久に物足りなさがあるし、攻撃もそこまで高いわけじゃありませんね。使えそうな技は結構ありますけど、それを活かせる能力が少し足りていません。でもランクまで使いたい人もいるでしょうし、そんな人たちのために可愛い私たちが背中を押してあげようと思います。1戦目。さて、お相手さんはめちゃくちゃ可愛い人出てきたね。ちゃんと可愛い人出てきちゃった。なんだ？そんな有名なんかこいつは。こいつ呼ばわりするのはあなたくらいでしょ。今日はとどろく月なんだな。生拳で有名なポケモン実況者だ。登録者がだいたい俺たちの40倍いるから発言に気をつけた方がいいぜ。ちなみにまだの人はぜひ俺たちのチャンネル登録もしてくれ。チャンネル登録までの流れが自然すぎます。本当に？でも可愛い系の実況者なんだろ。こんなゴリゴリのガチパなんてどうせ名前が同じの偽物だぜ。確かにそれもそうですね。ならそんな偽物は排除してやらねえとな。確かに本人の印象が悪くなるかもしれません。ここは可愛い私たちと可愛いグライナで成敗していきますよ。可愛いグライナで相手のパーチェに勝てるとは思わないけど。いや、トレーナーカード本物じゃん。偽物とか言って本当にすいませんでした。いや、俺様は本物だと思っていたぜ。あ、一人だけ逃げるのはずるいですよ。プラムさん、対戦よろしくお願いします。初手は海流さんですが、グライナさんで何かできるのですか。威嚇も入りますし、あくびも覚えるので何かしらやれることありますよ。ここはマルチスケール関係なく減らせれる怒りの前歯で削りましょう。たとえ交代してきたって関係なく、どのポケモンでも減らすことができます。どのポケモンでも削れるって？それは当たった時の話ですから。しかしアップタイプのグライナ相手にサーフ5を速投げするとは、きっとグライナができることもよく知っているのだろう。さすが実況者ですね。褒めてる場合か。今回はとどろく月がいるので、サーフ5相手は全く問題ありませんよ。それじゃよろしくお願いします。まあ任せな。久しぶりにとどろく月さんが出てきましたね。動画では何回も言っていますが、はたき落とすを新規で覚えて威力低い弱点を克服したので、今ランクまで使用率が急上昇しています。対面のサーフ5は持ち物なくなっちゃったけど、今回のとどろく月は身代わりユーマイ型なので、こだわりトリックされたのは残念です。でもグエナ使った後なので攻撃も素早さもアップです。持ち物なったってこんななり筋一撃だぜ。ここで交代しなかったのは受け出ししにくいポケモンが多いってことでしょうか。2匹目はサーフィアンさん。これはたきで縛られているから2パンで落とせませんね。2パンで決まったってここでタスキだけ取ればいいだろ。あとはグライナ盾にしてハッサム出せば解決だぜ。グライナ回ですから目的を見失わないでくださいね。でもこれならプララボでも海流の神速1回は耐えられそうです。タスキも取れた。縛れパンで縛ることができそうだな。え？聖なる剣？読まれてんじゃん。これじゃ逆に先生技で縛られてしまいましたよ。最悪ポケモンに聖なる技覚えてるのバブかなんかじゃないですかね。でもここ不意打ちだと思うのでグライナ投げて避けますか。聖なる剣パオジアンは大体つぶてじゃなくて不意打ち入れてると私は思っています。ここはうまくかわせたみたいだ。あとはあくびで流して海流のマルチスケールを削っていきたいところですね。ここは確実にタスキで耐えるので絶対にあくびが通りますよ。さん、嘘でしょ。この前さんざんひるませてたやつが何を言うか。あっさりグライナさんが退場してしまいましたね。しかしグライナは威嚇を残してくれた。これならハッサムで剣の前の起点にできるだろう。あくびプランが崩壊したので、あとはハッサムがどうにかしてくれるかにかかってます。誰も眠らなかったので裏のとどろく月は置物になってしまいました。じゃあねえからハッサムの応援でもしてやるぜ。このタイミングで不意打ちしてくるのか。さっきから行動が読まれまくってますね。2件前したかったですが、テラス神速残ってるので HP 的に厳しいと思ったのが裏目に出ています。でもお盆食べて回復しましたし、パオジアンさんも倒せました。あとは海流の技と肩次第ってとこだろうな。初手あくび構えば警戒で引いているので、多分ユーマイ型かハチマキ型だと思っているのですよ。海流の肩って200種あるからな。実際それくらいあってもおかしくないのがおかしい。とりあえずノーマルテラスなので神速あるのは確定しました。たまに神速ないけど電磁波やスラの弱な肩が存在しているみたいだな。で、この神速がどれくらい入るかだろ。
これにタイムリジャン、ここまでして結局海流さんの神速で負けるのですか。いくら神速でもハッサムに入りすぎだな。ということはこの叩き落とすで勝負は決まりました。新規習得した畑落とすがめちゃくちゃ行った対戦でしたね。プラムちゃんさん、対戦ありがとうございました。おととい来やがれ、偽物やろう。だから多分本物だって。この撮影日に近い配信を見たのだが、羽ばたく神以外全員同じメンバーでやっていたぜ。やっぱ本物じゃん。 V と対戦したのは初めてですね。ちなみに私の好きな VTuber の話なのですけど、あ、これ長くなるから次行こっか。2戦目です。かなり対戦して分かったことがあるのです。分かったこと？これ出して強い場面ってどこですか？それ探すためにやってるのでしょ。威嚇とあくびあるし、たすきあるから何かしら仕事はできると思ってましたが、まあ今の環境そんな甘くありませんよね。あまりにも当然すぎる結果が待っていたな。そもそもたすきとあくびっつうのが発想に欠けるというか、面白みがねえよな。対戦よろしくお願いします。初手は連撃ウーラオスさんです。そうそう、今対面にいるウーラオスがいると何もできずに終わってしまうのですよね。公園の低耐久ポケモンって大体連撃ウーラオスで終わらないか。大体の低耐久ポケモンは連撃ウーラオスで終わるぜ。なんか初手で出しても強い展開にならないこと多かったので、いい感じに後手で出して活躍させたいとこです。ウーラオスさんのトンボ返りで海流さんが出てきました。ならこちらもトンボ返りで交代していきましょうか。このチャンネルで相当お世話になっているイワポンさんです。この対面海流有利なのでツタコンをしとくと思いますけど、おそらく初手で出てきたウーラオスはイワポン倒すためのスカーフ型と思っているので、ここは岩石封じで素早さ下げて上から倒します。ウーラオス呼んでるならウッドホーンでよくなかったか。居座られてもダメージ取れますし、そもそも陽気オーガポンだとウッドホーン無振りでも耐えてくるのですよね。さっきの対戦読まれまくったせいか今回は冴えているな。試合には勝ったのに勝負には負けた気分です。とりあえず対戦は無勝でウーラオス突破することができましたね。出てきたのはパオジアンさん。なんかパオジアン見てるとグライナみたいに見えませんか。見えるわけねえだろ。内定してるのに転生系出したら終わりだよ。テラスすればパオジアン突破できるでしょうけど、ツララヒルにすると終わるのでハッサムに倒してもらうことにします。というかここでひるんでしまったらだいぶまずいことになるのですけどね。下コンボ抜群で入るけど、どうせタスキだもんな。こういうポケモンがタスキ持っているとかなり面倒ってぜ。まるでグライナのタスキが弱いみたいな言い方ですね。強くはねえだろ。このパオジアンさんはつぶて派なのですね。タイプ1先生技2種類あるの普通にずるいと思います。まあバレパンで縛れていますし、交代読まずに殴りましょうか。引かれちゃいましたね。なんで誰も剣の舞しろって言ってくれなかったのですか。知らねえよ。でも今回は HP も多めに残っていますし、海流さん相手でも剣の舞しちゃっても良くないですか。それもそうですね。炎のパンチ覚えた海流、絶滅したと思ってました。海流の方は200種あるからな。ハッサムが増えているみたいだからな。炎技覚えている海流がいても不思議じゃないさ。で、ここは交代1点読みで毒毒の牙したらうまくいきましたね。そもそもなんで毒毒の牙なんて覚えさせてるの。じゃれつくと悩みましたが、一番アド取れそうな技だったので採用しただけです。でも毒入れたとこで裏でどうにかできるかわかりませんから、新規習得したのしかかり入れてもいいかなって思いました。というわけで本日の動画はここまで。ちょっと待て、まだ対戦は終わってねえだろ。でもここから海流に勝つなんてできっこないですよ。一応神速や羽休めケアしてドクドクの牙しましたが、これ怒りの前歯で良くなかったですか。まあまあ外す可能性もありますから。それに毒にもなりましたし、結果的に正解でしたよ。あれ？どうしたの？これもしかしたら勝てるかもしれませんよ。本当ですか？相手は激凛で固定しちゃったので神速ができません。あとは不意打ちで倒せるかどうかになります。そうは言うがグライナの火力で不意打ちってダメージ期待できねえな。そこはご安心ください。テラスタルしないだろうと思ってそのままにしていたのがここで役立つとは。対戦ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。グライナ使おうか迷ってた人の後押しになれたら幸いですけど。後押しになれているのか。皆さんもよろしければフレ戦やカジュアルで使ってみてくださいね。もし強そうな方があればぜひコメントでこっそり教えてください。爆撃満々じゃん。